久保さん。スマホアプリですか。ま、なんでもできますね。はい。ということで、今回はですね、側金で稼ぐ方法ですね。側金です。もう今日稼ぐ方法です。はい、今日稼ぐ方法。まあ、昨日ですね、僕モニターアームが、新品が届きまして、まあ、以前使ってたね、モニターアームをお金に変えてきました。で、お金はすでに現金を受け取っております。はい。 ということで、久保さん、500円稼ぎましたよ。稼いだというかね、お金に変えてきましたね。あのー、僕、ハードオフ愛用してるんですけど、<laughs> いらなくなったものはすぐお金に、いらなくなったものとか使わなくなったものはすぐ現金化するっていうのをやってるんですけど、まあメルカリとかね、ヤフオクで、ヤフオクで売れば、まあもうちょっと高く売れるかわかんないですけど、まあこのモニターアームって新品で、 なんだ。4000円ぐらいで買ったのかな。で、2、3年作ったんですよ。つまり、これ計算するとどういうことかっていうと、じゃあ仮に4000だったとしましょう。多分今、アマゾンで3000円ぐらいだったような気がするんですけどね。値、ね、が、ね、落ちてで4。当時買ったのは4000円で2年ぐらい使ってるので、あ、もっと使ったか。3年かいや、4年かすいません。4年ぐらい使ってるな、あれ。じゃあ、 4000円を4年で割ったらいくらなんですかね。4000円割る。4年だから。44、2が8。48ヶ月。48いくつか。1ヶ月あたり83円。<laughs> 1ヶ月あたり83円。はい、<laughs> 1ヶ月あたりモニターも83円で使っていて、 で、500円手に入れてるっていう。なんか面白くないですか、これ。1ヶ月あたり83円で、し仕事道具、商売道具を使っていて、で、それいらなくなって、えー、500円を手にしてるっていう。な,なんか面白いですよね。<laughs> だから、今ね、あのー、実は、そのメルカリをめちゃめちゃその使ってる子とか、あのもうすでにね、 売ることを前提で、メルカリでどれぐらい売れるかっていう前提で買ったりする人が若い子がいるらしいんですよ。だからつまり、まあ、これを買って何年ぐらい使って、じゃあこれいくらぐらいで売れるから、えー、1ヶ月あたりいくらのレンタル費用かなみたいな。新品で買ってるんだけど、もはや、まあ、レンタルみたいな。わかります多分ね、この買い物術というか考え方って、 昔の人はないと思います。なんで昔の人はないかっていうと、そもそもその売るっていう行為が、あの、身近になかったからですね。メルカリとかね。まあ、ヤフオクは10年前か。うん。まあ、ハードオフとかリサイクルショップはまあまあ昔から全然あったんですけどね。だけど、この考え方なんですよ。ダイジャの。考え方で買い物をしてる人っていうのがあんま少ないかなと思います。うん。これ結構ね、 いい考え方だと思いますよ。何かを買うときに。もう売る前提。売る前提で買い物をすると。これはじゃあ情報ビジネスに置き換えるとどういうことかっていうと、売る前提で買い物をする。わかります発信をする前提で買い物をする。わかります発信するのを前提でどこかに行くっていう。この思考なんですよ。なんか結構似てる部分が非常にあって。 分かります発信するもう売,売る前提でねあの買う発信する前提で、えー、どっかに行く買うまあいろんな,なんか,かこの前も僕あの料理動画撮ったんですけどもぶっちゃけその結構その3000キロぐらい僕が走ったんですよこの前でめっちゃ疲れてたんですけどなんでそれ男飯で料理動画撮ったのかっていうと料理を食べるという目的ではなく実は あの動画を撮るという目的で自炊してる部分あるんですよ。わかります <laughs> これちょっと違うんですよね。だここの境地に行くと発信はいくらでもできるかなと思いますね。つまりお金は稼げるってことです。でもた,ただ情報発信に関してはなんだろうなあの。すぐにはね、今日 YouTube 始めて今日が発信して今日稼げるかっていうとそれは無理ですよね。だけどハードオフに関しては 別に今日持っていけば今日稼げるわけですよ。もう500円僕、吉野家食べれますよね。<laughs> じゃあ、これも面白いんですけど、じゃあこの、あの、ハードオフで500円にするじゃないですか。まあ僕の場合500円で売れたわけなんですけど、じゃその500円を使って今度ね、動画を撮る目的、もしくは写真を撮る目的で、まあ吉野家に行きます。で、吉野家の牛丼の写真を撮るとかね。もしくはその500円を使って、 まあ今僕インスタやってるんですけどインスタのストーリー投稿でそのなんかリスナーさんからも来たんですけど今そのジョージアの,このねジョージアのこのめくって当たりが出たらもう一本当たりですよみたいなのがこれもう一本当たりっていうねはい当たりでもう一本これ本 自動販売機だと、なんだ、あの、100円で買えるんですよ。ね、100円で。まあ僕の近くの自動販売機はこれ100円で売ってるんですね。ということは5回できるわけですよ。わかりますこれ500円を手に入れたら。つまり5回のインスタの投稿ができるってことです。で、どうやってやってるかっていうと、開けるじゃないですか。で、こ,この裏にね、当たりがあるんで、当たりが書いてあるんですけど、まだ当たりに引いてないんですよ。だからもう10回ぐらいやってるんですけど、 まあ全然当たり引けてないですね。で、こうパンってやってね。で、こうやって、じゃ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 ん、パンみたいな感じで、どうなんだみたいなやってるわけですよ。で、それを何回か投稿してるうちに、あの、見ていただいてる方が、毎回ワクワクして見てますみたいなね。どうすかワクワクを届けてるわけですよ。この当たりが出るかどうかで。メッセージ来ましたからね。あの、ジョージアシリーズいいですみたいな。ワクワクしてますみたいなね。 どうすかモニターアームあの1ヶ月80円ぐらいで仕事道具を手に入れてなおかつ500円を手に入れてねそれを使わなくなったやつを500円で手に入あの売って500円手に入れてその500円をこれに5本分に転換してじゃそれを動画にねすることによって価値をまた提供できるっていうワクワクを届けられる多分ねこの本当にこの発想がというか考え方思考があると情報発信のかプロになれます。 うん、まあまあまあこれもちょっと上級なんでちょっと難しいかもしれないですけどねあとまあとにかくねあのもうそのなんだわらしべ長者みたいなね感じなんですよ情報ビジネスってうんだから何かあったら情報なんですけどもそのわらしべ長者にな情報ビジネスのわらしべ長者になるためにはその情報を発信するっていうことを中心に全て軸にして考えていくっていう。 うん、だそうするとね、もういくらでも情報を発信できますよね。うん、例えばその、久保さんがね、紹介してくれたそのスマホアプリ、自分が使ってるアプリに関しても、情報を発信するという軸で考えた場合、あ自分が使ってるアプリも、こういう切り口、こういう訴求だったら、ちょっと面白いなってなるわけじゃないですか。わかりますそう。だから、まあ、なんだろうな。 ま、この前そのデスク周りみたいな、あの動画も撮りましたけど、あの、在宅ワークに、例えばこの切り口ですよね。在宅ワークに、究極の在宅ワークの作り方っていうテーマだったら見たくなりません究極の在宅ワークの作り方。もう今ピンポイントですよね、多分 <laughs>。ま、実際にその、ま、あ デスク周りの動画結構あの見られてるんですけど、うん。まあ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 、その考え方でやると色々切り取れるよって話です。でもみんなその考え方がないので情報発信できないんですよね。うん、まあそんな感じです。まあハードオフ持っていけば本当にお金もら稼げるのでネットビジネスやるよりいいんじゃないですか。だから今からね、いらないものとか使わないもの、これ使うかな、使わないかなっていうのは全部断捨離してハードオフに持っていった方がお金になりますよ。 メルカリとかヤフオク、やり方わかんないとかね。あの売れて発送するのめんどくさいってあるじゃないですか。まあ、車ある方は車に積んで、あの、買い取りカウンターに持っていくだけですから。誰でも多分再現性結構高いと思いますよ、これ。まあ、車がなかったらちょっときついかもしれないですけど、車ある方だったら、まあ、積めるじゃないですか、まあまあ。だからかかかか、かなりその、再現性高いと思いますね。僕、ハードオフでも、あの、15万以上作ってますから。 いいらないものを売って、うん、そう。だからね、まあいいや、まあ、そんな感じでございますね。いってらっしゃい。